速稼塾の久保です。このすぐ稼ぐ C のキャスタルのコーナーは、速稼塾に入ってね、まずビジネスでどうやったらお金が稼げるのか、その最短距離を知りたい方のためのコーナーですんで、まずね、集客もできてないし、商品もわからないし、そもそもビジネスとか副業なんて本当に稼いだことないんだって方は、まずここからやっていただきたいんですよね。で、それぞれの案件には必ず利用規約があります。その利用規約に反して、例えば年齢がいってるのに申し込んだらダメよとかね、あとはね、免許証がないとダメだよとか、このお住まいの地区の方だけ限定ですよっていうのがいろいろありますんで、その利用規約に反しないように必ず利用規約をね、確認した上に作業をしてみてください。で、決してね、複雑なものもありませんし、難しいものはないと思います。ただその中でもこれどういうことなのかなっていうことは必ず出ると思うんですよ。で、そういうものに関しましては、コーナーの担当者椎の木康晴に動画のコメント欄などで、ご連絡いただければしっかりと対応してくれると思いますので、そちらの方でよろしくお願いします。でですね、この椎の木康晴くんについてちょっとだけ説明しておきますね。彼はね、私が2013年速稼塾を始めて最初の第1期生として私のところに来てくれました。で、以来ね、たくさんの経験とか、当然速稼塾で学びながらも失敗を繰り返しながら、それでもね、その中からそのたびに這い上がってくれました。なんとね、破門回数7回という記録を持ってます。あまりにも成績が悪かったり態度が悪ければ、私はね、破門にすることがあるんですよ。ただ破門プログラムはさようならってことじゃなくって、この課題ができたら再入塾を認めるよということなんですよ。で、繰り返し繰り返しその課題をクリアして、失敗からその挫折からね、乗り越えてここまで来てくれてます。そしてね、私がね、最も信頼する塾生でありまして、一本立ちも最近してね、本当にたくましい限りです。最近はね、ポッドキャストをもう縦横無尽使い倒して、もうすぐにね、100万とか500万とか売り上げを上げてるんですよ。そういう意味では広告主様の要望にかなり応えてるんではないかなと思いますよね。ちなみに広告主っていうのも、私の速稼塾の塾生がかなりいるんですよ。その代表格はネオ FP というね、ファイナンシャルプランナーとしてサラリーマンで働きながら自分の事業ネオ FP カレッジっていうのもね、もうこれ5年ぐらいやってるんですけどもね、こちらの方でも年収で1000万ぐらいの副業を稼いでるというね、かなり有名になってくれましたね。そういうのもね、もろもろございます。もちろんね、これ第1期生だけがこういうふうに稼げてるわけではなくって、やっぱりね、しっかりと第一歩を、この C のキャッサルコーナーみたいな第一歩をしっかりとね、培った方が次の第二歩に歩めるということですので、一足飛びに大成功っていうのはね、やっぱり望まない方がいいと思います。そうではないです。最初にお金を稼ぐ経験をする、わからないことを質問する、利用規約を守る、こういうふうな基本動作の上に大きく飛躍するビジネスのチャンスが来た時にそれが使いこなせるということになりますので、基本をおろそかにするとですね、一時期は儲かっても気づかないところで大きな穴があったりね、大きな罠があったりして大きなダメージにつながります。ですので、最初は小さいリスクを取って小さい成功を求めていく、この繰り返しでだんだんそのフェーズをね、上げていくってことにした方がいいと思います。誰しもね、一足飛びに年収1000万、月収100万と思うんですけども、これは一夜にしてはならないんですよ。一夜になってそれを成し遂げる人って、運が良かったか相当才能がある人です。そういうふうな奇跡を求めずに、第一歩第二歩をしっかりと歩むために、この C のキャッサルコーナーをまずしっかり使ってみていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。失礼します。